今年度の NHK 全国学校音楽コンクール全国コンクール小学校の部の最優秀校に愛媛大学教育学部附属小学校が選ばれ、2年ぶり5度目の日本一の座を手にしました。小学校の部の全国コンクールは今日午後 NHK の教育テレビを通じて行われ、全国9ブロックの代表校が柴田洋平作詞、坂田光一作曲の光の中へさあ君とという課題曲、それに自由曲を競いました。愛媛大学教育学部附属小学校は6番目に放送されました。附属小学校では33人のコーラス部員をはじめ、先生や児童のお母さんたちが熱心にテレビのコンクールの様子を見ていました。さあ、いよいよ結果の発表ですね、はい、なんだか私までドキドキとありましたけれど、最優秀校には四国地方代表愛媛大学教育学部附属小学校が、それでは全国一になった愛媛大学教育学部附属小学校の歌声をお聴きください。附属小学校の皆さん、本当におめでとうございました。では次